ビチャズはロシア連邦の鉄道車両メーカーである PC 輸送システムズが製造する路面電車車両の愛称71から931という形式番号を有する車内全体が低床構造となっている連接式超低床電車で愛称のビチャズは騎士や英雄という意味であるこの項目では改良型車両の十一から 931M ビチャズ M についても解説する。2013年に設立された PEC 輸送システムズは当局から認可を受けて以降2015年からロシア連邦をはじめとする旧ソビエト連邦諸国へ向けて床上高さが低い超低省電車の製造を行っている。その中でもビチャズは車体長が短い中間車体を有する三車体連接車である。 PC 輸送システムズが製造する電車には、同車が特許を有する低照構造に適したボギー台車が用いられており、床に段差がない100%低照構造が実現している。ループ線が存在する路線での運用を前提としているため運転台は片側のみに存在し、乗降扉も前後車体の右側面に3カ所ずつ設置されている。 これらの扉は上降の利便性を図るため幅を広くとっており2カ所には車椅子利用客向けの収納式スロープが搭載されている。車内にも車椅子スペースが2カ所に存在しバリアフリーに対応しているほか冷暖房双方に対応した空調装置や監視カメラも配置されている。2016年に発表されたビチャズ M はビチャズの大量型車両で設計に モジュール構造を取り入れることで、ループ線が存在しない路線に適した、両運転台仕様や3車体以上の長編成などより、多様な要望への対応が可能となっている。また、全面形状をはじめとするデザイン変更に伴い、車体長が、ビチャズと比べて長くなっているほか、着席定員数も増加している。十一から三十一の試作車は二千十四年に、 製造され、ロシア連邦の路面電車の基準に関する車体や、配線の強度、電力消費、制動装置の試験に合格したことで、翌2015年1月に量産が認可された。2020年現在、ビチャズ及びビチャズ M は、ロシア連邦、トベリにある、トベリ車両工場やサンクトペテルブルクにある、ネフスキー電気輸送工場の施設を用い、 以下の都市へ向けての製造が実施されている。2015年 PEC 輸送システムズはサンクトペテルブルク市電向けの車両としてビチャズ重量の製造に関する契約を獲得した。契約総額は約10億3840万ルーブルで同年から2017年までに全車両の製造が行われている。また2019年以降は 旧型車両を機械による近代化のため改良型となるビチャズ M21 両の増備が実施されている。さらに2021年には2両が増備されているが、これらの車両については構え体をそれまでの高炭素光からアルミニウム合金に変更することで車両重量の軽減、メンテナンス費用の削減等が図られており、車体デザインや内装についても変化が生じている。 ビチャズ・レニングラードという愛称を持つこれらの車両は2021年前半から営業運転に投入される予定となっている。ロシア連邦クラスのダールの路面電車であるクラスのダール市電では2016年以降ビチャズ1両が営業運転に使用されている。当初はさらなる増備も計画されていたが市電を運営する公営企業であるクラスのダール市路面電車。 トロリーバス会社の財政難によりそれ以上の導入は行われていない。71から 931M ビチャズ M、ロシア連邦の首都モスクワで公共通機関を運営する国営企業のモスゴルトランスは PC 輸送システムズとトランスマッシュホールディングのコンソーシアムとの間にモスクワ市電向けのビチャズ M300 両の導入及び保守に関する 総額562億ルーブルにも及ぶ大型契約を交わした。これは、モスクワ市電の路線網のうち、北、南部系統について、従来の高い床式電車の代替を含めた近代化を目的としたもので、2017年3月から営業運転を開始した。トベリ車両工場での生産は、毎年100両前後という急ピッチで実施され、2018年1月の、 時点ですでに120両が営業運転に投入されていた。2019年に当初の契約分である300両の導入が完了して以降も追加発注分の製造が行われており、2020年2月時点の在籍数は325両である。さらに2022年から2023年にはトベリ車両工場から機器を供給する形で、 モスクワでの製造も行われることになっており、最終的な製造数は400から450両に達し、北、南部系統の高い床式電車を完全に置き換えることになっている。PEC 輸送システムズの公式ページ、2020年3月8日閲覧、ありがとうございます。